3000年の時を経て再び起こる聖戦、この激戦を終わらせるために集められた7人の罪人たち、人々は彼らを7つの大罪と呼んだ。長き戦いの末、世界は平和を取り戻しつつあった。しかし戦いは終わっていなかった。ようこそ我らが新天地へ。まさかお前らが。聖戦を台無しにした代償を払ってもらおうか。絶対にお前らを止める。たった二人で魔界を攻撃するとは、その度胸だけは褒めてやろう。二人じゃねえよ、すでに多くの同志を地上へと送った。俺たちは一人じゃねえ。ありだけの僕の。君たちには好き勝手させねえよ。私も戦う。俺たちがこの呪いを終わらせる。劇場版七つの大罪、光に呪われし者たち。Hey Cinematics, 68% del que está viendo este video no está suscrito, suscríbete para más contenido. Hey, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuamos.